どうも、はじめまして、小林薫です。あの深夜食堂という映画では、あのこのお店の中で、あのブルーのサムエっていうことを着ていますけれども、マスターをやっています。よろしくお願いします。よし、アクイグー。モナミの父です。娘は悪いが君とは付き合えない。しかし最も重要なのは無印の言葉だ。マスター。ん？なんか吹っ切れそう。そうかい。고단한날이면이분의식당에진짜너무찾아가고싶어집니다우리들의마스터심야식당2의고야시카오루배우님오셨습니다 이심야식당2가심야식당시리즈중에서도이제한국관객들이제일최신에만나볼수있는작품입니다직접간단하게소개말씀부탁드리도록하겠습니다そうですね僕は監督じゃないからなんて言うんだろうあのそうなんか今回前回にも増してあのその人は老いたりとか、あの年を取ったりとか、あるいはまあリタイア、そのするにあたって、あのお店なら2代目を用意するとか、それぞれの人生の中で、あの誰しもがこう味わったりとか、誰しもが経験した身近な話が本当にテーマになっていますので、あのそういう意味では皆さんに本当にあの喜んでいるというか楽しんでいただけるようになっていると思います。息子と連絡ば取れるまでおろうと思うて。私がマスターによくしてもらったように、いつか誰かが困っていた時同じことしてあげられたらなって。マスターさんがおるけんこん店にみんな集まってくるとやね。아근데심야식당시리즈가벌써 TV 시리즈로는 4시리즈그리고영화가벌써두편째나왔잖아요마스터로살아온횟수가늘어나면서이인물에대해서더깊이생각하시게되는면이있는지여쭤보고싶습니다本当に考え深く考えなかったですね。あのだからマスターについてもあまりなんか流れというか、あのこれ僕が一人だけ頑張って作ろうと思ってやったわけじゃなくて、本当になんかこういいタイミングで人が集まって、ですからその結果なんかこういう全体のこう雰囲気が出来上がった気がしてるんで、本当にみんながこうあるなんていうんですかね、その化学反応を起こしたようなあのもので、なんか僕がなんか頑張ってやったとかっていうのじゃまあないなっていう思いなんですけどね。흐름같은캐릭터라고하시니까저생각나는질문인데요사실이마스터는참말이없는인물이잖아요그래서다른손님들이와서자기사연을풀어내는동안따뜻한음식을내어주고그사람들얘기를들어주지만참자기얘기는잘하지않습니다근데마스터는왜이렇게자기얘기를안하고말을아끼는캐릭터가된건지생각해본적있으신가요どうなんでしょう。だからそういうタイプのタイプですよね。あの何かこう中心になって話している人のところにドラマがあるわけじゃなくて、それは何か話す快楽があるから話してるんで、例えばその中に何人かいたら聞いてる側にも同様のドラマがあるんだと思う。聞く側にでも、だからその話中心になって話しているからドラマが大きいとか小さいとかっていうことにはまあならないんだろうなと、まあドラマに関して思っていますから、多分この人は多分そういうタイプなんだろうなと思ってやってますけど。はじめちゃんは私じゃダメなのよ。分かってたでしょ最初から。
이 심야 식당의 마스터만의 특별한 성격을 잘 알고 있는 사람이라면 특히 이 영화의 마지막 부분에 나오는 장면을 선물처럼 느낄 것 같습니다. 그 마스터의 사연이 소개되는 장면이 저는 되게 특별하게 다가왔거든요. 마스터가 누구에게 처음 요리를 칭찬받았는지를 알 수 있게 되잖아요. 그래서 고바야시 카오루 씨는 과연 배우로서 누구한테 처음 들었던 칭찬이 뭐였을까? 배우로서 살아갈 수 있게 만들어준 힘 같은 걸 거기서 느끼셨을까 이런 생각이 들었습니다. 一般的にはこう褒められるっていうことが励みになっている人はたくさんいると思いますね。僕あんま褒められたことがないので。그럼칭찬말고고바야시카오루씨를계속연기를하게만드는원동력은뭐죠？僕ですか？なんでしょうね。な他にないからないっていうのは大きな支えですよね。지금부터는 전자를 통해서 고바야시 카오루 배우님만의 개성과 매력을 캐치하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 최근에 고바야시 카오루 씨가 출연했던 영화가 한국에서 개봉한 게 2013년 이시유야 감독님이 연출하셨던 행복한 사전이라는 영화였어요. 거기 아라키 코웨이라는 38년간 사전을 편집해온 베테랑 편집자로 나오시는데 왜 고바야시 카오루 씨가 이렇게 한자리에서 묵묵하게 자기 일을 해오는 장인의 이미지를 갖고 있지라고 생각할 때 딱 떠오르는 캐릭터입니다. 이런 캐릭터를 도맡아 맡으신 이유가 있을까요? 역의 공통점이 있다기보다는 僕がやる以上どっかに共通するものは見た側の人たちに生じてくることだとは思いますけどね。僕はカメレオンみたいにも全く違うキャラクターとか性格を演じようとかあんまり思わないんで、ですからその役のそのそれぞれの与えられたものの何ていう性格っていうのはあるんだろうけれども、多分それを僕がいただいて仕事をやってる以上、多分何か見てる側の人が僕の中にある共通項というかな、を見つけるんじゃないですかね。僕自身はあまりその例えばマスターの役を引きずるとか、その別の役を引きずるとかっていうのはあまりないんですけど。저는그럼그공통점에이름을붙인다면장인정신이라고얘기할수있을것같습니다배우에게있어서필요한장인정신이란뭐라고생각하세요考えないですね。その、まあ監督、映画はやっぱり監督さんがやっぱりこういう人、こういうふうに演じてもらいたいとか、そういう、それはやめてくれとか、こういうふうにしてほしいっていう指示がある、まあ。ありますけれども、それに沿ってやるしかないと逆に思っていて、まず私があるとか私ありきっていうのはあんまりないんですよね。얘기를들어보니까스스로를연기의마스터라고생각하지않고열심히연기하는게장인정신인것같으신데요。まあ基本的に僕一生懸命の人そうなんで、一生懸命やる真面目な人なんですよ。マスターさんがおるけん、この店にみんな集まってくるとやね。제가자꾸이렇게짓궂은질문드려도되는지모르겠는데고바야시카오루라는제목의사전을만든다면단어의중요도로따졌을때장인정신이라는단어는어디쯤와야된다고생각하세요だから面白いのは辞書なんかだったら別に関東に出てくるからみんなが読むとは限らないもんね。だから辞書なんかペラペラって人のところ M のところだったらマスターが出てくるかもしれないけども、他のところを探してたらマスターなんか出てこないから、だからあまりそのそんな重要な気はあまりしてないですね。真面目の辞書を作ってくれ。도쿄타워에나오는오톤이라는그역할은그역할대로너무재밌게해주셔가지고기억에정말많이남거든요
지금과 다른 캐릭터로 연기하시는 재미는 달랐나요? 마가 때가오셌네. 아, 물론 じゃないですか. 다분 見ていて 다분 その 굉장히 무責任に 고타니를 見ていた時に その 破綻するっていう あの 破綻者 その そういう風に ま 生活とか 見ていて こう 破綻していく タイプって言いますよね。 で 本当にその選択があったらこう悪い方にとかその人生の袋小路を選択していく人って結構いるんだけど、それそういうのは自分はなりたくないけど役の上で面白いなっていうのは役者の人は思うんで、あの真面目な何のこうドラマもないように、そのそういう人がそのたまりたまってある時どんな爆発をするかっていうふうに、その爆発があってそのために延々と退屈な時間を見せるっていう映画があったらそれはそれで面白いんですけど、ただ印象としてはそれしかない役よりかはそのなんかダメで破綻していくっていう方が人間の、ね、まあ、人間らしいっていうんですけど、そういうものが見えて、あの多分やっていて自分のことにも返ってくるから、そういうだらしないものとかいうものに対するこうなんて言うんだろう、あの共鳴みたいなものがあるから面白いんじゃないかなと思いますけどね。인터뷰 시간이 너무 짧아서 아쉽습니다. 앞으로 마스터로 또 더 다양한 모습으로 더 오래 자주 만나뵙고 싶습니다. 끝으로 시청자분들께 마지막 인사 부탁드릴게요. 長々と話してきましたけれども、あの先ほども最初の挨拶で言いましたけども、続深夜食堂がまたクオリティが上がって、ちょっとおばかしい深いいい話になっていると思います。あの大きなあのドラマはないかもしれませんけれども、本当にどんな人の人生にも身近にあるドラマを取り上げていると思いますので、ぜひあの劇場に足を運んで続深夜食堂を見てください。よろしくお願いします。オレTV。